はい、こんにちは、杉潤です。今回ですね、プリックパネルをセンドブリッド SMTP のセットアップをする方法についてお話をしていきたいと思います。これからですね、何個かの動画に分けてですね、センドブリッドの SMTP セッティングについてお話をしていきますので、ぜひね、その動画の方を見ていくようにしてください。まずはですね、SMTP とは一体何だということで、この SMTP についてね、お話をしたいと思います。SMTP とは一体何でしょうかということなんですけども、簡単に言うとですね、いわゆる自動で、メールを送るというようなね、送信システム。これがね、SMTP というふうに言うんですけども、英語で言うとシンプルメールトランスファープロトコールというね、SMTP、その頭文字を取って SMTP というふうに言われています。シンプルメールトランスファープロトコールの略で、電子メールをオンラインで送受信する方法ですよと、単純に言うとこんな感じなんですが、これをね、クリックパネルと統合するとどういうことができるかというと、アクションアナリティクスというのはね、今ないんですけども、フォローアップパネルズというね、いわゆる自動でメールを送信するようなね、トリガーをつけてね、送信したり、メールシステムで、メールのシステム内で、こう何かメールマーケティングを展開するようなシステム、これがね、フォローアップパネルズというふうに言いますけども、そういったステップメールも含めて、そういったシステムのこと、あとは、ファネルオートメーション、これは、$97プランの方でもできるんですけども、いわゆるですね、ページに訪問した人、クリックパネル内にのコンタクトにリストがある人、メールリストが存在している人が、ファネルのページを訪れたら、それがトリガーとなってメールが発動しますよ、メールが送られますよというね、それをファネルオートメーションというふうに言います。オートメーションメールと、言います。で、ファネルオートメーションのね、オートメーションメール、オートメーションというのはいろんなね、なんでしょう、メール配信だけじゃなくてね、アクションもね、いろいろありますので、こういったリストに入るよとか、いろんなね、アクションが取れるんですけど、そういった、オートメーションをね、設定するときに、この SMTP というのがね、必要になってきます。特にメールを送るためには、この SMTP、センドグリッドの SMTP がね、必要になりますので、それをね、ぜひですね、設定していただきたいというふうに思います。で、SMTP が設定されるとですね、基本的に、かなりクリックパネルとしては、有効なというか、優れたね、機能を発揮し出すようになります。いわゆる、オートメーションメール、ファネルステップに訪れたコンタクトのリストに対して、オートメーションで自動でメールが送られるというシステムは、非常にね、素晴らしいものだと思います。リマーケティングをするためにね、非常に重要なシステムだと思いますので、ぜひね、そちらの方を設定していくようにね、やっていただきたいというふうに思います。はい、ということでですね、今回は SMTP の基礎的なね、お話についてしていきました。またこれからね、どんどんクリックパネルと SMTP センドグリッドのね、セットアップについてお話をしていきますので、また違うビデオで確認して実践してみてください。それではまた他のビデオでお会いしましょう。